セントアイブスからランズエンドに向かうバスなんですけれども、ランドという表記のバスだったんですよね。それ何なのかなと思ったら、これをご覧ください。半分外でした。ロンドンとか市内を回る観光バスとかハトバスみたいなね、それは半分こう屋外に出てるバスとかありますけど、これ普通のパブリックバスで1時間半ぐらい乗るバスなんですけどね、料金も通常料金通りで、このように完全に開放感ある感じになってます。最高ですね。ついにイギリスの最西端ランズエンドにやってまいりました。地の果てバスに乗ってここまでやってきました。まあ、電車とかは通ってないので、まあ、バスで来るしかないんですけども、はい、コーンウォールの端っこですね。ランズエンドを周遊するボートのツアーですとか、まあテーマパークみたいなのもあったり、観光客もたくさん来てますね。まあ、コーンウォールはもうどこも絶壁の、まあ、海沿いが絶壁で、見応えがある、そのような景色がありますね。まあ、ビーチだけではなく景色も楽しめる、まあ、コーンウォールです。ってわけじゃないと思うんですけどね、この背の低い、ラベンダーではないですが、紫の花綺麗ですね。これは植え込んだというよりはもう自然に生えてるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ美しい。ランズエンド、まあ所要時間1時間で、まあ自分はいいかなと思いましたね。まあ何があるわけではなく、まあただ地の果てということですので、はい、もう1時間で十分満足です。ということで、コーンウォール最後の地、最後のポイント、セントマイケルズマウントに行きます。さあ、ここはペンザンスです。
ランズエンドからペンザンスを経由してセントマイケルズマウントに行きます。結構アクセスもいいですね。バスは平日1時間に1本ぐらい出ていて、ランズエンドからセントマイケルズマウントまで、ペンザンス経由で行くことができます。6ポンドで一気に行くので、はい、まあ結局2時間ちょっとぐらいですかね、総距全部の工程を合わせると。はい、まあ、2時間のかなりの道のり、絶景をこのオープンバスで楽しんで、6ポンドですからね、かなりコスパいいと思います。5分ほど休憩をしてから、いよいよセントマイケルズマウントに行きます。